皆様、こんばんは。今日は2021年12月5日日曜日です。今日のテーマですが、恒大不動産の影響について話をしたいと思います。しかし、昨日話をしましたので、飽きた可能性はあります。しかし、恒大不動産の影響というのは本当にすごいんです。中国の銀行もこれから変わります。中国の 今まで発展してきたこのモデル、このスタイルはもう維持できなくなってしまいます。不動産の神話が崩壊。また不動産もそうですし、インフラ建設もそうですし、経済が成長してきたので、これからはもう不動産とインフラ建設で経済を引っ張ることはもうできないんです。本当に歴史が変わりますので。 12月3日、広大不動産は夜発表しました。我々は借金の返済はできませんと発表しました。1時間後、関東省の政府は発表しました。広大不動産に対して特別チームを派遣しましたと。広大不動産は今年8月,8月には破綻するところでしたが、なんとか努力したいっていうふうに思ってですね、頑張ってきたと思います。 でも破綻をします。資産以上に借金をしていたので、資産を売却したとしても、最後は返せません。関東省の政府は、恒大不動産にチームを派遣し,たしました。つまり、恒大不動産を管理するようになっているっていう意味です。また、1時間後ですが、中国人民銀行、まあ中国中央銀行ですが、そして住宅保証庁、証券監視委員会、 銀行連盟委員会、4つの政府の機関ですが、恒大不動産の破綻について発表しました。自民銀行は一番長いんですが、恒大グループの結果は自業自得ですよと言いました。経営がダメです。管理もダメです。 計画なしで拡張してきました。リスク管理もダメです。短期間にリスクはあります。が、長期的に見ると影響はありませんと。不動産の販売は良くなります。海外の投資家は土地を購入する動きもあります。中国の企業も積極的に海外へ進出します。海外の投資家は中国の不動産企業への投資も考えていますと。人民銀行は関東省の政府 に対しして我々は協力しますよとリスクををなくすすことと目指すというふうに言いました。今ですが、海外のそういった分析、まあ、投資家たちの分析ですが、まあ、そんなに影響はないという声はあります。そして、中国の証券監視委員会ですが、恒大グループのリスクは特別ですので、まあ、個別的ですので、中国の不動産市場全体的に健康で、 活発な発展をするでしょう。多くの不動産企業は健康な経営をしていますと。株式市場は安定しています。活発になると思います。上場企業の経営状態、全体的に良いです。広大グループは単独的なことですので影響はありませんよと。我々は厳しくコントロールするから、そういうふうに言いました。中国の 株式市場もそうですが、この証券監視委員会ですが、いつも言いますが、コントロールできるという意味ではありますが、自信あるというふうに言っています。 銀行連盟委員会の発表では、広大不動産の返済不履行は特別です。国内、海外の機構は公平で解決できると影響は少ないんです。中国の銀行業、保険業には影響は少ないです。そういうふうに言っています。つまり、海外の影響は多いかもしれないという意味でしょうか。 そして住宅建設庁ですが、銀行はこれから初めて不動産を購入する方に支援を期待したいというふうに言います。不動産の開発に融資しやすい環境を作ります。みんなに住宅を提供するのが目標ですよと。高大不動産は特別で問題ではないです。そういうふうに言っています。 中国の住宅建設庁という部署がありますので、そこはやはり住宅を買ってもらいたいです。そして銀行に対して融資しやすいようにお願いしてありますが、これは他人事のように言っていますので、もし自分が銀行業をやると、絶対潰れているというふうに思います。 しかし、広大不動産だけ話題となっていますが、同じ日に、私は動画で話をしましたが、会社不動産、またい円不動産もそうですが、返済できないと発表しました。実は、以前の動画で話をしましたが、火曜年も同じなんです。しかし、みんな話題となっていません。みんな関東省の企業ではあります。そして、金津、 幸福という不動産なども、などの不動産も同じ大変です。なぜなら、すべての不動産企業は、物件を頑張って売ってはいます。が、売れていません。きっと破綻するしかないというふうに思います。以上は大手不動産ですので、中小不動産企業は静かです。でも、破綻はしている状態です。 中国政府としては、広大不動産だけを取り上げて説明をしています。特別ですので問題はありませんよと説明されています。実は中国の不動産企業、その業界自体が崩壊です。よく売れている、また業績の良い不動産企業はないんです。 高台不動産の借金の総額は2兆円です。約ですね、35兆円の規模ですので、多額な借金をかけながら倒産してしまうと、銀行は必ずショックを受けるのは間違いありません。 いろんな企業は銀行からお金を借りて、広大不動産に貸しているのが現状です。つまり、広大不動産は直接銀行から借りていない分もあります。でも銀行は必ずショックを受けます。中国の銀行ですが、すべての銀行、1年間の利益は 2兆元なんです。ちょうど、広大不動産の借金と同じ金額です。しかし、広大不動産は、2兆元以外に、裏にある借金。例えば、金融消費などですが、約1兆元あります。ただ、公開されていないんです。でも、2兆元だけ、銀行から借りたことにしましょうと。私はそういうふうに思いますが、中国のビッグバンクと言いますが、中国銀行、農業銀行、交渉銀行、建設銀行、 交通銀行と商業銀行ですが約1兆元なんですまあ利益というかあのそこにか、まあ、貸していますが他の地方銀行からは約1兆元ですつまり恒大不動産は崩壊してしまうと中国の銀行全ての銀行ですが1年間の利益はなくなります中国の政府は恒大不動産に対して特別なチームを作って派遣,派遣,し,、まあ、派遣しました 恒大不動産が破綻する準備をしているっていう意味なんですよ。他の不動産企業に対して特別なチームは破綻していません。なぜなら恒大不動産の規模にしてもこの大きさですが中国で最も最大な不動産企業なんです。去年の年末まで恒大不動産全国でのプロジェクトは792個あります。約800個だと言いますが、20 229 22個の都市で不動産事業を展開されています。建設しているプロジェクト、1.23億平方メートルです。とても莫大な規模ですので、高大不動産従業員ですが14万人なんです。また、高大不動産に関連する企業、すべての従業員合わせて約330万人いるでしょう、と中国政府は発表しています。 広大不動産が崩壊すると、この330万人全て解雇にはなりませんが、影響はされます。必ずです。収入とかは絶対影響されます。中小企業、中小建設企業ですが、広大不動産からの注文を受けて、建設工事をやっていますので、このような企業は潰れることになってしまいます。なぜなら、このプロジェクト、建設の工事自体がもう減ってきていますので、 また、一番の問題としては、不動産は売れました。でも、物件は建設しています。まだ納付していない物件の数ですが、60万個です。1個につき、購入者、名義というのは、1人から2人です。大体ですが、夫婦の名義で買いますので、もしお店、店舗でしたら、高いですので、3人、4人、5人で、まあ、お金出し合って買うのが普通なんですが、 今の統計では60万個の物件に対して影響されるのは204万人です。中国の不動産業界のボス、代表というのは高大不動産です。販売の金額、従業員の数、規模、建設工事の数、中国ではボスの地位です。この不動産は崩壊すると中国不動産市場は変わりました。つまり歴史は変わります。 中国の銀行と不動産企業の付き合いはとても深いんです。不動産とインフラ工事で経済を引っ張ってきました。2020年、中国の銀行は不動産業界に対して課した金額は52兆元です。約 930兆円を超えています。そのうち個人の住宅ローンも含まれています。銀行業はお金を貸すことによって稼いでいます。31%のお金ですが不動産業界に貸しているという意味です。約3分の1です。 個人の住宅論もありますし、不動産企業に対してお金を貸して土地を購入してもらうっていうお金もそうですし、不動産を建設する業者に対してお金も貸しています。 まだ銀行は不動産企業に関係する債権を抱えています。これは約7兆元と言われています。まだですね、これは日本にはないと思いますが、シャドーバンキングというものがありますので、そこは約7兆元から10兆元だと言われています。シャドーバンキングというのは、銀行と業者手を組んで、 まあ不正だと言いますが、政府も知りながら知らないふりをすると思いますが、お金をですね、不動産関連する企業に、あるいは個人にお金を貸すことなんです。正々堂々と発表できないんです。例えばですが、仕事はありません。でも不動産は買いたいです。そうすると、このシャドーバンキングは何とかの方法を使ってお金を貸しています。このような人間も実際にたくさんいています。 他にあるのは土地の担保なんです。 これは日本ではあまりないと思いますが、地方政府の企業ですが、政府から土地をもらって、銀行に土地を担保にしますので、銀行からお金を借りて、地方政府に渡すと、えー、使ってもらいますと。これは約27兆元から35兆元です。すべて合わせて、約90兆元から102兆元の規模ではあります。すごい金額ですので、 まあ皆様は100兆元だとイメージしてよいかと思いますが2020年中国の1年間の GDP 約100兆元です中国の GDP と同じ金額なんですつまり中国の不動産業界はとても大きいです銀行の業務の3分の1は不動産業務だと言えますまた中国の GDP の25%不動産市場 から貢献されれてていいいるとううふうに言われていますつまり、中国の経済の成長、4%成長しましたとすると、そのうち1%が不動産業界からの貢献です。もし不動産市場は10%下がりますと、GDP は2.5%減です。 地方政府は土地を売ることによってお金を稼いでいます。また、不動産の取引で税金がいっぱい派生しますので、地方政府の利益となっています。地方政府は土地を売っています。不動産の取引で税金を取っています。儲かったお金の3分の1をインフラ建設に投資をしますと。つまり、鉄道。 お箸で,す、まあ、箸ですね。そしてこう、まあ、鉄道、高速道路、空港とかえ作っていますが、これからは大変です。まあ、続くことはできないという意味ですが、個人の資産になってきますが、中国の東海、96%の世帯ですが、不動産を買っている状態です。持っています。東海に住んでいる世帯の総額、まあ、総資産ですが、84%が不動産になっています。 中国人はですね、よく海外の不動産、例えば日本もそうですし、アメリカの不動産を見て、みんな安いと感じてしまいます。なぜなら、中国の不動産はとても高いです。そしてよく先進国のことをバカにしています。例えば、日本の不動産は非常に安いですというふうに言います。中国のよりはずっと安いですと言います。しかしですね、それは、 自分のお金持ちっていうふうに勘違い、まあ、勘違いというかしてしまうんですよね。なぜなら自分が住んでいる不動産の価格というのは非常に高いんですので、例えば10年前買った不動産は今になってくると約10倍くらいの値段になってしまいますので、これは非常に勘違いしやすいんですね。自分がお金持ちと勘違いしやすいんですね。勘違いしてしまうんですよ。実はですね、 これは売れません。売ってしまうとお金換金もできませんし、次不動産買うときも高いですし、まあ、つまりですね、自信だけあります。その現金っていうのはないんですよ。つまり、都会に住んでる世帯の総資産の、まあ、80パ84%が不動産なんです。これでわかるのは、不動産業界っていうのは中国の経済にとってとても重要なんです。 銀行の不良債権がこれから増えると思います。不良債権っていうのは銀行の利益からマイナスになりますので、今は不動産は売れませんし、 新築工事が減っていますし、中古不動産も売れませんし、不動産の売買、取引の量も減っていますし、来年ですがもっとひどいと思います。原因っていうのは中国人は気づきました。不動産というものは永遠に上昇するとはあり得ないと、やっと気づきました。不動産税。 まだ固定したんぜと言いますが出てきましたし、高台不動産がこれから潰れることによって不動産は危険な投資ですとみんな気づきます。特に今までは図面とモデルハウスだけ見て購入するのはやはり危険ですと気づきます。つまりその不動産をこれからまあ投資するとか絶対に上昇するというのはその自信がなくなってきました。 結果としては来年ですが、1年間、中国の経済の成長は厳しいと思います。不動産の投資、インフラ建設は期待できないと思います。来年も輸出を期待したいんですが、輸出で経済を引っ張るでしょうと私は思います。しかしですが、皆様はご存知のように、今はこのオミクロン株の影響は、 出ていますので、まだこれからは不透明ですので、まだどうなるかはわからない状態です。ただ、今の状態続くと、今の状態ですと、来年ですが、中国の経済の成長は3%もないはずなんです。と私は予測できると思いますで。前の動画でも話をしましたが、こちらは上海人力資源と社会保障局が発表した数字ではありますので、 本来であれば、このような内緒の数字ですが、発表しませんので、でも発表されました。これはですね、当時ですが、これは自慢するという意味なんですよ。我々はこんなに社会保障制度はしっかりしていますよと、こんだけ、 あの、まあ、そういうお金を当てていますよというふうに自慢しています。今年の第二四半期ですが、こちらです。失業保険を受け取っている人数ですが、これは上海市だけなんです。57万人なんですよ。そして、まあ、上海市の失業保険の金額ですが、1ヶ月間、1840元です。約3万円ちょっと超えますが、3万円ちょっとですが、まあ、これは半年間もらえますよという意味です。 去年の失業保険ですが、1677件でした、えー。今年は去年より39万人も増えているという意味なんですよ。まあ、去年2020年というのは31.54万人でした。そして2019年は2019年でしたが10万人でした。2019年は10万人でしたが失業保険を受けていたという意味ですが、当時、 全国の失業率っていうのは3.5%だと発表されていました。2019年はまだそこまでは悪くなかったんです。この計算の仕方で計算すると、上海の今の今年の第2四半期の失業率っていうのは、あるいは全国ですが、これ全国の数字ですが、あの 19.、19.1%でしょうと私は思います。失業率ですが。しかし私は今年の初めの動画で話をしましたが、中国の失業率 というのは約です、ね、20%を超えていると私は言いました。まあ、当然ですが、このような数字は正しくないんです。上海一つの都市と中国全体的に比べることもできませんしまだ2019年と2021年やはりそういう社会保険のあるいは失業保険に加入する人数も違ってきますし、まあ、経済の状態も変わりますし人口も変わりますしこの2年間だけですが でもですね仕方ないので。 あのこの数字はやはり正しくはないと思います。でも、中国の政府は本当の数字を発表しないので <laughs>、仕方ないと思います。つまり、まあ、いつもですね、中国の政府は5%前後だと表現していますので、まあ、確かに誤差はありますが、でも、上海の失業者は増えているのは間違いないんです。なぜなら、上海だけで見ると、2019年は10万人でした。2020年は31万人でした。そして、 2021年の第1四半期は47万人でした。第2四半期は、今年第2四半期は57万人です。 2020年は2020 2019年よりやはり20万人ぐらい増え、増えましたので、そして2021年は2020年よりはもう約20万人ほど増えていますので、まあ、この状態続くともう大変という意味ですので、上海は中国で最も発展している都市ですので、上海ってスラこの状態ですので、他の地域、他の省、他の都市というのはもっと大変です。これで、あの、まあ それでわかるというふうに思いますが、この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。